ああ果てしない夢を追い続け、ああいつの日か大空駆け巡る、裏切りの言葉にふるさとを離れ、わずかな望みを求めさすらう俺なのさ、見知らぬ巻では期待と不安が一つになって、過ぎゆく日々などわからない、交わす言葉も寒いこの巻、これも定めと生きてゆくのか、今日と違うはずの明日へ、ララウェイララウェイ、今駆けゆく、裏切りの巻でも俺の心に火を灯す、わずかな愛があればいい、こんな俺でもいつか光を浴びながら、きっと笑える日が来るさ、朝焼け静かに空を染めて、輝く日を受け生きてゆくのさ、溢れる熱い心解き放し、ランアウェイランアウェイ、今駆けてゆく、朝焼け静かに空を染めて、輝く日を受け生きてゆくのさ、溢れる熱い心解き放し、ランアウェイランアウェイ、今駆けてゆく、ああ果てしない夢を追い続け、ああいつの日か大空駆け巡る、ああ果てしない夢を追い続け、ああいつの日か大空駆け巡る。はい、こんばんは。どうもね、今夜はね、ダートカー歌いました。久々クリスタルキングのダートカー歌いました。2017年6月の3日ね、最後だろうかね、の生存確認です。今夜もね、いつものようにさりげなく生存確認の一環としてこんな風に配信してます。はい、どうも。皆さんどうもコメントありがとうね。あ、ジュンジュンさんどうもありがとうね。こんばんは。うん、当たり前、生きてる。だから生存確認なんだよ。だから生存確認なんですよ。生きてる間絶対僕はこうやってくよ。でもし、だから、勝彦さんの動画アップなくなったら死んだと思っていいかんね。うん、そうだよ。いつも言うようにね。そうよ。いつも言うようにそう。あ、映像出た？あ、出たね。大丈夫。よかったよかった。直った。あ、よかった。直ったね、映像。復活したね。よかったよかった。大丈夫だ。いいよ。すぐ戻るからね、映像ね。今直ったね。うん。あ、やった。いつもね、さりげなく。今夜は大都会です。今日もね、スティックもやりながら YouTube ライブやってます。な、こんばんは。じゃあもう一回、昔主人さん、のんのちゃんどうもね、一休さんさんもどうもね、ほんといつも神、大さんコメントありがとうね、見てからね。じゃあもう一回、今夜はね、クリストラルキングの大都会行きますね、もう一回。ああ果てしない夢を追い続け、ああいつの日か大空駆け巡る、裏切りの言葉にふるさとを離れ、わずかな望みを求めさすらう俺なのさ、見知らぬ巻では期待と不安が一つになって、過ぎゆく日々などわからない、交わす言葉も寒いこの巻、これも定めと生きてゆくのか、今日と違うはずの明日へ、ランアウェイランアウェイ、今駆けゆく、裏切りの巻でも
俺の心に火を灯す、わずかな愛があればいい。こんな俺でもいつか光を浴びながら、きっと笑える日が来るさ。朝焼け静かに空を染めて、輝く日を受け生きてゆくのさ。溢れる熱い心を解き放し、ランアウェイランアウェイ今駆けてゆく。朝焼け静かに空を染めて、輝く日を受け生きてゆくのさ。溢れる熱い心を解き放し、ランアウェイランアウェイ今駆けてゆく。ああ果てしない夢を追い続け、ああいつの日か大空駆け巡る。ああ果てしない夢を追い続け、ああいつの日か大空駆け巡る。あ、お母さんどうも、キビさんどうもね、うん、どうもありがとう。今夜大都会でした。いつ死ぬか分かんないね、それ分かんないよ、うん、無理がありますか、ごめんなさいね、うん、今夜大都会よ。さて、じゃあ今夜の一杯いいかな。今夜の一杯、今夜の一杯いいでしょうか。今夜の一杯持ってくんね今夜も飲みましょうか。あ、今週はね、予定通り土曜日仕事だからね、土曜日仕事なんで日曜日どっか日帰りで行くね。予定ではね、山葛飾を考えてます。山と食欲と葛飾ってことで、山葛飾ね、うん、略して山葛飾こんな、はい、こんにちは。なんで男たちの酒は、あとは、あと生揚げ、それと、そう、煮込みおで、そ、お母さんそうなんだ。でもいると思う、映ってないだけ。じゃあ、蝶の、じゃあ、蝶の一杯持ってくるね、飲み物。今日もね、いつものグラス、はい、どうもね、本日もいつものグラス、どうも、こんにちは。はい、いつものグラスに、今日はこれ、昨日あれパック、この間反応で買ったの、飲み切ったんで、前もつ買っといたこれ、男たちの酒です。今日は開封します。同じ男の店、うちの町屋のプラスワンでよく一番安く売ってるやつね。2リットルだって。茨城の妙利種類っていう、まあ、マイナーメーカーが安いんだろうね、きっとね、うん。はい。本日買え。何にしますか、飲もうか。まずいっぱい。もう、もちろんこのまま冷蔵庫入ってから、冷酒になってるよ、冷酒。一生瓶だから冷蔵庫入んないもんの、うちのはな。カインパックのいいところはさ、このまま冷蔵庫入るからね。その、はい、乾杯。これはね、あれ、またもらったやつね。はい、こんばんは。どうもありがとう。ただ、でも可愛いよね、ともみちゃん。歩き用じゃないですよ。じゃあ、今夜のおつまみ持ってくんね。今夜のおつまみ。今夜はね、これだ。これから焼くんだけどね、焼く前に。10個ほど包んどいた、大葉の鶏ひき肉のハサミや、挟んどいた。これをね、焼こうと思って。よくあるように、鶏のひき肉をさ、これね、今日はこれ。鶏のひき肉をさ、甘辛、砂糖、塩、醤油、あとはキューブの生姜入れたかな。それでね、練って、それを大葉に挟んで、こんなね、こうして。これを焼こうと思って。大葉のハサミ焼き。
鶏肉の、今夜はね、鶏のひき肉の大葉のハサミ焼きです。安かったの、これ大葉10枚でね、税込み85円だったんで、鶏のひき肉も2割引き売ってたから、これ、こんな感じです。悪くてはしょうがないね、うん。今日はこれよ。これを焼いていこう。まあ、アルコールバーナーで。これアルコールバーナーで焼いていこうか。アルコールバーナーで。鶏のひき肉のハサミ焼きです。燃料投入。どうぞ。アルコールバーナー。いいかな、お金ないから出れないよ。供託金とか200万いるんだよ、ね、大抵でも。はい。お金ないから出れないよ。はい、こんな感じ。じゃあちょっといつものフライパン持ってくるね。ストームクッカーの L のフライパンね。これで焼いていこうか。来ますよ。大判のハサミ焼きだ。大判のハサミ焼きです。やっぱこういうやつコメントはこっちで見よう。スマホで見れないね、こうきっとね。こんな感じに見えた。帰ったら行こうと思う。帰ったら山行く場合はさ、あれ当初始める前にさ家出ちゃうからさ、じゃあ行こうか。油敷いて、ちょっと取れてきちゃったからね、加工、ノースティック加工が。もうだいぶ使ってっからね、これ。ストームクッカーのやつね、その L のフライパンのやつ。に、大葉のハサミ焼き。もう、鶏のひき肉に 甘辛く味がついてっからさ。これでこんがり焼けばいいや。まあ一人で、これ安かったし、それでも100円しないからね、税込みね。取り出しやすいし。うん、大葉、意外と安かったんだ。大葉10枚で、85円だもの、税込み。安かったんです。うん。これをこんがり焼いて。焦げたら絶対シートで。じゃあ、大葉のハサミ焼きです。そうだよね、その通り。まあ、ソープランド行ったら、その、供託金なんて、あれ、一定、当初がなければさ、募集だからね。うん。当選しなくても一定量の首相が集まればさ、帰ってくるんだけどね。だから、捨てがると思わないでね。うん、僕なんかまず帰ってこないもん、出たら。焼ける音がいいよね。もういい香りだ。やっぱあれ、鶏の肉に生姜も入れたからさっぱりだよ、あれ。それでもさっぱりだしさ、中の鶏の肉にはさ、ちょっと食中毒の生姜も入れたからさ、さっぱり。まだ早いから、まあ、どういう。大葉のハサミ焼き、全部ダメなんだ。あの人は橋場さんもすごいじゃん。橋場秀吉もね、もう最近見ないけどね、もう年かな、あの人もね。
あの人もほとんどお金、まあ全部お金返ってきたことないんだってね。全然投資票が集まらないから、ね、出るだけで。うん。当然ひどくても一定の投資数があればね、返ってくるんだけど、でもあの人は返ってきたことないんだって、橋場さんっていうのは。ね、有名大学の人。橋場秀吉っていうのは。子供がさ、元気で全然出てた人なんですか。あの人、そうだよな。おー、いい香りだし、その。まあ、焼けるまで時間かかるんで、他のもん買って食べようか。焼けるまで時間かかるからさ、他のやつも作るね。20円のハムカツがね、半額だったんで2枚買ってきた。これつまみながら。ハムカツ。これ焼ける前にちょっと時間かかるから、ハムカツね、あと作る。ハムカツ。おなじみ、赤豚丼の想像よりもね、1枚120円。で、半額だから、まあ2個で120円。とりあえず焼けるまでもうちょい赤だからね。繰り返しながら。おー、いい香りだ。人の香り最高じゃん、これ。あ、中の、あん、ひき肉あんの生姜もいいしね、いいね。で、これ、こっち飲みながら。ハムカツ。死んだんだ、あの人。わかんない。わかんなかった。で、夜の8時まで投書場空いてっからさ、帰ってきたから行けんもんだって。で、行こうか、まず、ハムカツから。うん。うん、うまい。風味はないんだよ、もう、うん。こんばんは。今日はね、ハムカツ。赤札丼のソーダオリゴの1枚120円のやつね。で、半額だったんで、ね、2個で120円。と、あと、大葉のね、ひき肉のハサミ焼き。ひき肉、鶏ひき肉はこれ甘辛くよくある、ね、揚げ、ねってやつですけど、それを大葉に挟んで焼いてます。炒めてます。もう火取ってるかもしれないね。もういいかな？そう、この辺に。ほんま。もう行ってみようか。もう大丈夫だよ、みんな。うん、うん。おい、大丈夫、火取ってます。ハムカツはね、だから60円、半額だから。通常120円。もう火止めよう、火取ってっから。火止めます。火止める。じゃあこれハムカツに乗っけようか、これしそ。大葉のハサミ焼き、いい感じに焼けました。鶏のひき肉をさ、甘辛く練って、それを大葉に挟んで、こうやって油敷いて焼きました。炒めました。じゃあ、でハムカツね、スーパーの半額の半額ハムカツ。大葉のハサミ焼きは10個全部でね。食べてるよ、どう？まあ抜けたい人は抜けてもいいんだ、構わない、しょうがないよね、うん。ないんだよ、ないよ、うん。夢中に死んでましょう。止める映像好きですか？うん、こんばんは。で、これ今日はこれでコップだけ。これはね、またあの人がくれたやつ、これ、異例の人。もらったやつ。大川さんどうもね。松崎さんですよ。どうもありがとう。ハムカツ60円だよ、うん。コメント見てるよ。うん。うん。
僕は最初投資はしてない。今当日行くから大丈夫よ。やっぱ配信したら大変だな。うまい、そのいいね、これね。お、いい香りだし、その、ウイスキーじゃないや、あれなんだっけ、来た人なんだっけ、他の人、もう送ってくれた人だよ、日曜日に届いた。あ、そう、フォレストさん、そうですよ、そう。あー、うまいね。そうよ、間違いない。これも安かった。だってシソだけで100円しないでしょね。ひき肉だって200円しなかったからだ。うん、はい、調味料、まあ、でこれでハムカツも入れて、これ120、これで300円ぐらい、この一皿で。やっぱり家で食うと安いよな。じゃあ2杯目行こうか。そのよさね、やっぱ家飲み十分だよ、これで。スーパー行って、ちょうど鶏のひき肉もね、2割引きになってたからさ、 100g100 円ぐらいの鶏のひき肉が貼って、なんか2割引きのシール貼ってあったんで、シソも安かったからさ、これにした。一人だったら人10枚までは十分だもんな。一人分ならね。一人分なら10枚まではね。これ、もう、ひき肉に十分で、塩、醤油、砂糖で味付いてっから。何もかけないで十分よ、これ。十分ね。ひき肉の味に十分味付いてっから。うん。お肉好きよ。ひき肉、うん。鶏皮とか豚バラとか、まあ安い系の、うん。だって大量だもんね。大量。冷凍したあと、また山へ蹴取るとか行こうかと思う。山とか。当然山はさ、キャンプ場付きだってさ、買い物するとこねえから、家から持ってくるのちょうどいいもんないの。かきこきの冷凍した焼き豚、肩の塊でもさ、歩いて、登山で歩いていくうちにさ、いい感じになるからちょうどいいんだ、あれ。あれ、夏場ね。まあ、夏以外だとやっぱ山頂でも固まったままだけどね。夏場だと完全に大丈夫だよね。今度丹沢行こうと思って、丹沢は日帰り登山、日曜日。日帰り登山で。こちらでは日曜日は、ね、日帰り登山で、ね、メスティンで二合目したいて、遠野岳の山頂で美味しくいただこうかなって考えてる。二合飯。楽しみだ。この間さ、大倉山の家で一泊してさ、やったけど、やっぱあそこね、1500だからさ、結構日帰りで十分可能だからね。うん、大丈夫よ。今度日帰りで行こうと思って。ほんと丹沢通るだけ楽だ、あれ階段だからさ。ね。奥多摩の雲取山なんか上の方なんかさ、ゴツゴツした岩場でさ、あれ、降りるときは怖いでしょ。でも、ほんと下山楽だな、遠野だけって。階段だからさ。丸太状の階段がいっぱいあるからさ。結構、トントンと降りるってほんと楽だから。ほんと下山が楽なの、よくわかる。一回登ると遠野だけは。うん。それで登るのはさ、階段上がるのと一緒で、そりゃ大変、それなりに大変だけどね。うん。でも、あれ岩場じゃないからさ、下山がすごい楽なの、遠野だけ。この間行って、4月だったかな。よくわかるよ、ほんと。岩場だったらさ、下山するときさ、重力でさ、滑り落ちるの大変でしょ、あれ。ね、普通、岩場だったら。でもあれ、遠野岳って階段状だから、それが結構比較的楽だったね、下山が。分かった。一回行ってっかわかるんだよね。こうなんで、1500で。あれよりちょっと低いのがあれ、ナビアキュードのおなじみの鍋割山っていうのは、1200だからね。あれも今度登ろう、今度ね。まあ今回は遠野岳にしようと思う。遠野岳も鍋割山もね、登るとこ行ってたから、あそこ。ね、どんぐり、
なんとか、あの家、あの、あるところで。いっぱいあるんだよね、丹沢。丹沢っていうのは、神奈川のあの辺の3階に一通りだからね、名所だからね。丹沢山っていうのもあるけどさ、でも大山とか、遠野岳とか、鍋割山とか、壱岐の、なんだっけ、丹野岳とか、いろんなのがあってさ、その総称だからね、丹沢はね。ウェスティンあれね。ウェスティンはやっぱあれ、四角くて浅いのがいいよね、やっぱりね。ご飯。まあ一番最初はさ、トレック1400でご飯食べたけど、炊けるんだけどね、あれ深いからさ、ちょっと食べにくいんだよね、あれだったらね。ああいう深いとね。あれは平べったいサイズだからさ、食べやすいしね、いいんだよね。グスケさんかっこいいよ、あれ。でも山だから、この間僕も言ったんだけどね、山はちょっとって勘弁してほしいこと言ってたから。驚いた、ユースケさん、僕の年上なんだもん、驚いちゃったよ、あれ。初め同い年かと思ってたら、結構年上なんだ、ユースケさん、僕。驚いちゃった、ほんと。で、一人暮らしなんだもん、すごいよね、あれね。50近いわけだから。で、一人でさ、結婚せずにさ、漬物とかすごいもんね。ほんと奥さんいないよね、ほんと。いないからやってんだろうけどさ、らっきょうも作るしさ、ぬか漬けもやるしさ、すごいよね、ゆうすけさんね。普通は家で奥さんがやるようなこと全部一人でやってんだもんな。なりますか？ありがとうね。すごいな、ほんと、あの人ね。下山は危ない。まあやっぱり滑るからさ、滑り落ちるから、重力があるでしょ。なおかつ、斜めってっからさ、ズリズリズリってなっちゃうからね、それが危険なんだよね。それもね、遠野岳比較的楽なの、階段状になってっから、あれ滑りが結構滑りにくいとこ、それもいいと思うよ、遠野岳はあれ。階段状だからさ、ね、多少滑るのは心配あるけどね。本当、でも階段の方が本当トン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 ってやと水場上の方ね、あれ。水場は。まあ、1500だから、まあ、変わんないな。雲取山もさ、最初1000メートルに水場あって、1500のところに水場だからね。遠野岳ってさ、山頂が1500だから、あそこ。この間行った時は山頂の水場行かなかったけど、水場はこっちって矢印があったから、多分水場あると思うんだね。多分そう、こういう、そんな感じだ。40代後半。若く見えるよね。じゃあ、ハムカツの方も行こうか。ハムカツ先生。厚切りハムカツと、大葉のシソの挟み焼き。やっぱ酒は一番安くていいな。確かあれ。星野よしおさんより1個上って言ってたから49だと思うんだ。あ、48だからね。49。星野さんすごいよね、あの人もね。あの人一人なんだよね。当然一人だよね、あれ。そうなんだ。ゴキブリがいるよね。どうしてもゴキブリ出てきちゃうよ。しょうがないね。
小さいのね。昨日は驚いたね。すごいもん。親指の先っちょぐらいでかいのだったの。昨日は驚いた、あれ。うわーって感じでね。あれね、あれ珍しかった。さ、小さいのよく見んだよね。小さいのは。でかいのはあれ、久しぶりだった。兄弟とか歌いました。ね。今度キャンプとでもあれほんといいな、あれ。だ今回山だからね、あれ、ご飯炊くのはポケットストーブでやるね、ポケットストーブで。ポケットストーブいいよね、あれね、手軽でね。だからね、トングとかナイフは持ってかないじゃん。そのまんま、捕まえないもん、そのまんまだ。女の子が好き、年頃の女の子。稲田智美さん、かわいいね、あの子ね。ほんとあの人美人だよね、あれね。僕の年上なんだ、50くらいなんだけど、結構かわいいよね、あれね。絶対ね、見た目がかわいいからさ。閣僚な入閣したんだと、それ絶対そうでしょ、あれ。智美ちゃんさ、あれ。かわいいもんね。ほんとかわいいよ。最近さ、あのハスネ以来さ、メディアで出てくけどさ、かわいいよね、あれ。メガネがほんと似合ってるよ、あれ。だってメガネなんだろうけどね、かわいいよ、あれ。うん。かわいいじゃん、あの子も。マリコちゃんもかわいいじゃん。なんかみんなかわいいと思っちゃうな。うん。かわいいね、ほんとね。絶対そうだ、安倍首相で、安倍首相だよね、あれ、首相がさ、選ぶんだもんね、閣僚は。安倍首相が絶対女ペットにしてっからさ、入れたんだろうな、きっと。かわいいもんね。ほんとかわいいよ、ほんと。なんだかあれ、自民だ、一回、あの人、郵政に造反した、野田聖子なんかと比べ物になんだぐらい可愛いよね。そう、野田聖子、あれ。あいつもさ、ちょっと前かく、ね、そう、年も似たりのたりだと思う。全然比べらんだぐらい、ね、ともみちゃんの方が可愛いよね。そうや、うん。真似はしない僕はさ、そういうのできないよ、僕。僕のさ、あれ、本物のメガネだから、あれ、動画入ってっからさ。怖くないじゃん、かわいいじゃん。師匠がやっぱ間抜けなんだ、師匠がさ。で、道間違えたら、僕そう思うよ、あれ。僕はほんと、そりゃ怒ると思うよ、急いでる時に道間違えたらさ、そう思わない、あれ。師匠も悪いじゃねえか、あれ。ね。だから怒られそうでねえと思うよ、あれ。ほんと。道に巻き返せんだ、師匠がさ、あれ。だから、あんぐらい怒ってもしょうがねえよ、ほんと。僕はそう思うよ、あれ。うん、かわいいじゃん。みんな可愛く思えちゃう、僕、みんな。どっちにかわいいね、そんなに順番をつけらんない。どっちがかわいいとか、まあそういう人間つけられません。所詮女ペットだから。かわいいよね、わかるよね、大谷さん、わかるよね。かわいいよ、あれ。僕より3つ下なんだね、42だからな。大体女ペットになっちゃう、みんな。職場にも今女の子がいいんだけど、女ペットだからさ、この女ペット、うん、全ての女性は女ペット。これは僕の座右の銘です。全ての女性は女ペット、あわよくば濡れまんこ。これは僕の座右の銘なんでね。
ね。違う、あの人の。あいつにさ、してないんじゃない？してないと思うよ、もう。あいつにされるんだって。いっぱいあるよ、だって、ワングラン。だってあれみんな、師匠がさ、間抜けなことやってんじゃねえ。当てた気間違ったりさ、道間違ったりさ。あいつが自分の間違えて怒られたら当然なんじゃねえかな。まあ、そう思うよね。じゃあ、師匠の方、師匠巻きの方も。うん。やっぱ、ひき肉の方がやっぱ、火の通りはいいかもしんないね。うん。当然だよ、これ。練ってっからな。うん。あれだ、空気とか入ってるもんね。鶏ももとか胸とかやっぱ塊がよりかはひき肉の方が火の通りがいいね、楽だね、うん、じゃあもう一杯行こうか、うん、3番目星野さん合成酒だもんな、もう合成酒は飲めないじゃん、まずくて、はい乾杯、ちょっと塩入れすぎたな、塩が。あの人すごい埼玉でしょ、埼玉だよね、埼玉。で、あれだけメディアに出ちゃったら今度選手心配だよね、あの人ね。イメージ悪くなっちゃってね。それ心配。ささみも、あれ、ささみもいいね、あれや。ささみは塊だから僕はやるときはやっぱ細くそぎ切りにしてさ、その方が火の通りがあのままね、でかいままなかなか火の通り大変だよね、塊はね、うん、うん、まあね、まあ人の香りがうまい、人の香りでコップ酒、鶏ってさ、淡白でさ、脂分あんまないからさ、ねえ、だからひき肉がいいよ、ちょうどいいんだよね。脂なくても食べれやすい。あ、こんばんは。JB さん、こんばんは。今夜はね、今夜もコップ酒。フレッシュ。つまみはね、鶏のひき肉のね、大葉、しその挟み焼き。鶏のひき肉をね、甘辛、ひき肉をね、甘辛く練ってあるを、練ったのを大葉に挟んで油で炒めてこんなやつつまんで、うんうん、でこ簡単もん、200g くらいだからさ、めんどくさい、本当は手でおっいっぱい量だったらさ、あれね、手の方がいいかもしれない。僕、200g ぐらいで、ちっちゃいボールでできたんで、あれ、不調からスプーンで混ぜただけで。それで、適当に作るんで。あ、お、ダイさんもそうなんだ。僕と一緒だ。シソ安かった、ほんと。何度行くこれ。シソが10枚でね、税込み85円だったんだ、今日、スーパーで。安かったからさ。おお、ちょうどいいなって。よくシソってさ、束になったのがさ、10枚ぐらいで、それ2つ並んで売ってるけど、あれで、ね、1人であれは、1回じゃ多いからね、20枚はね。ちょうど1束だけで、手頃の値段であったからさ。うん。そうだよね、あれ。1人でシソ1束10枚入ってたら10枚だけど、あれ2束多いからさ。なかなかね、でも1束だったらちょうどいいからね、これで。10枚だったらね。ちょうどよかったよ。やっぱ香りが、あと鶏のひき肉のあん中にはね、生姜も入れたからさ、いいよね、やっぱ風味。うん、風味がいいね。
あ、素揚げもいいよね。谷川岳も来たけどね、交通費が問題なんだ。あそこ修行で来たんだけどね、交通費が問題、交通費。炭酸を抜いところ小田急で行けっからさ。いや、比較的安いんだよね。そこ嬉しい。筑波山も考え、筑波山もいいから、距離的にはね、丹沢よりもね、うちのとこだったら、距離的には筑波山の方が近いんだけどね、筑波だとね、国電なんだ。だから、ちょっと、運賃が高くなっちゃうから。それで僕はね、丹沢に来た、やっぱ。筑波山も行きたいんだけどね、交通費が高くついてんだ、そこ。あれうまいよね、人の天ぷらね。あ、あと、人の、あ、海苔とかもね、ああいう風味が出てうまいよね。海苣とか人をさ、ただ、衣にくぐらせてさ、揚げるのうまいよね、あれ。食べるよ、うん。今日はないけど、食べる人気の天ぷらも食べるよ。あれはかき揚げにしてね、細かく刻んだやつも。人参はね、うちの地元だっけ、千葉の名産だからね、人参は。印旛沼周辺あるじゃん。印旛沼から、あれ、東京湾の間のあの辺っていうの人参の産業、千葉県北西部っていうのは人参の生産地だからね、あの辺って。船橋、奈良市の佐倉や駅があの辺って、みんなそうよ。うん。人参の産地なわけよ。印旛沼周辺って要するに印旛沼周辺っていうのは人参の結構な 首都圏の大小中の産地だから、そこ印旛沼ね。また今度したらね、ひとまずね。でもまあ丹沢もまだ行ってみ、丹沢まだ1回しかないしね、今度行こうと思って2回だからな。なかなかね、休みのたんび、休み、普通にキャンプも行きたいからさ、行ってるからね。ちょっと、5月の連中は奥多摩ずいたもんね、奥多摩ね。今度は丹沢の遠野岳はね、4月に1回行ったんだよね。で、今回行けば2回目だ。谷川岳も本当に行きたい、あそこも。うん。あそこ、山の進みでも言ってるようにさ、ドアの方からだったら、あれ、初心者コースって意味だもんな。山の進め。かわいいね、山の進めのあの女の子たちね。かわいいね、ひなたちゃんとかかわいいね。かわいいよ、女の子はかわいいよ、ほんとね。うん。お疲れ、こなき、どうもね、お疲れ様ね。こなきじいさん、どうも。今夜はコップだけ。今夜はね、鶏のひき肉のね、しそぎ挟んで、挟み焼きね。人の代わりがいいよ。明日と今週は土曜日仕事だからね。今日早くてよかった。ね、まだこんな時間だ。11時半か。よかったよかった。いつものようさりげなく。もう今日で6月おしまいだね。ねえ、6月1分。これで半分だね。あと半分。ねえ、上半期。これ今日が最後か。早いもんだね。こんにちは、どうも。ベンベンさん、どうもね。こんにちは。今日って、まあ、昨日と一緒だ。昨日も練習だもんな。うん。半年だ、半年になって、今年って言えばこの上半期のあれだよね。今日がそうか、
プレミアムフライデーだっけ、ちょうね。そうだよね、あれね。どうなの、世間で。浸透してたから、プレミアムフライデーって。超そうだよね、僕は。ね。僕は、ね、どこもお店寄らないけど。安倍内閣のでやってるやつね。プレミアムフライデー。まだね、上半期だけでちょっとあんまりパッとしなかったんで、どうなのかな。そうよね、うん、残って。そう、腸がそうね。あとで、6月も、うん、決算の締め日になる。だいたいさ、小売店とかってさ、流通系はさ、3ヶ月おきだから、3月、6月、9月、12月で、3ヶ月おきて締めっからさ、今日何とか売ろうと思ってるね、その時代の何とか売り切ろうとしてた。ね、うん。ちょうど締めだからさ。ないです、苦手な酒はない。あ、ある。苦手な酒はね、味じゃなくて値段ね、高いの。高いの苦手、高いの。高いのが苦手、高いの。高いのが苦手、高いの。買えないもんね。そう、値段だけ僕に苦手なんだから。だから、これもだって2リットルで、この製品も2リットルで、700円しないから、600円台だから、これ。高いのが高いのが。行かないよ、仕事で行くよ、当たり前よ、ダメよ、仕事あってのもんだから。仕事あってのもんだからね。だからまた下半期始めたもんな。でも可愛いね、あの子、ひよっこに似てるあの女の子。みんな役の子かわいいね。ほんとかわいい。ほんとね。あの子ほんとかわいい。あの女の子かわいいね。朝の連続テレビ小説ね。シルギー再放送やってるから、あれを見てなくかわいいなと思っていつも。あの子かわいいよね。みんな役の子。ああ、ほんとかわいい。ああ、合成書はそうだ、そうだ。ジュンジュンさんの言うと見えてた。ウイスキーは高いから、もうね、ハイボールはね、あれ、宝のね、焼酎ハイボールよく飲んでるよね、結構。宝の焼酎ハイボール。あのハイボールは結構安いから。そうね、飲みやすいからね。もう花金よりも穴金がいいな、穴がいい。もう花よりも穴って感じ。よく花より団子って言葉が、僕はそうだな。もう花より穴って感じ。そのもの僕は花より穴がいいです。穴がいいです。女の子のお股の穴がいいです。そんなことを思いながら飲んでます、うん、もう花より穴。あ、絞ったやつね。柵絞りか。あんま酎ハイ飲まないね、僕。焼酎ハイボールぐらいだね、よく飲むのな。あれが一番いいや。宝の焼酎ハイボール。
あれが、あともう緑茶、お茶割り。朝日のあれ、玉露と抹茶のお茶。はい、あれはよく飲むな、あれ。あれうまいよ、あれ。お茶の風味がして。うん、便利なの。じゃあ最後の一杯、4杯目だからもうこれ最後にしよう。4杯目じゃあ最後の一杯、今日は4杯じゃあこれまあもうあとはこれ安い子ね。ね、まあ、あるよ。大体若いに越したことはないです。年齢はね、うん。何歳ってことは言わないけどさ。うん、で結構今話題の防衛大臣の稲田朋美ちゃんも結構50代だけど可愛いもんな、この子ね。じゃあ最後の、しその焼いたやつ。かわいいよね、あの子ね。撤回、なんだ、ジュンジュンさん撤回が多いね。なんかしたの間違ったのかな。撤回されましたって、なんかあったのかな。うん、うまい。ああ、マックダメだ、あれ、酸っぱくて。あ、いや、やっぱだ、マックダメだ、あれ。酸っぱいの、どうダメだ、あれ。やだ、やだ。飲めないね、あれね。あ、酸っぱくて飲めないな、ああいうの。そうね、性格が綺麗な子はさ、見た目もさ、気に入るもんな。でも性格は付き合わなきゃ分かんないから、さまざま見た目だよな。見た目で言った僕は、あの宮崎あおいちゃんがいいなと思って。あの子かわいいよね、宮崎あおいちゃん。あの子かわいい、ほんと宮崎あおいちゃん。そう、お姉さんもそうよね。アイギちゃんっていうのは女の子だよね。よくあるグラビアとか出てた子でしょ。もう見たことないけどね。うん。ね。秋村、本名の秋村に、ね、変えたんだよね。妹が有名になってね。それこそよく出てるよね、それで。さゆりさん、かわいいじゃん、さゆりさん。可愛いと思うよ、吉永さん。TBS ラジオよく出てんだ、あの人。ね、さあ、これは最後にしようね、最後の一杯。あ、もう54分やってんだ、今日。おう。すごいね、今日はね。ああ、でもまだやっぱちょっと早かったから、1日50分以上やってまだ11時台だよ、うん、ああいい感じだ。ああ、じゃあこれでハムカツは明日食おうかな。朝ごはんにしよう、ハムカツ1個。これ明日の朝ごはんにしよう、ハムカツ食いきれない。
じゃあこれでおしまい。明日の朝ごはんね、これ飲んでおしまい。長々はどうもありがとう。今いる人どうかな。いや気にしないでいいや。ありがとうね、ズンズンさん、ありがとう。まあいろいろね、いろいろしょうがないよね、多少はね。まだ出ないね、わかんない。来月かもしんないな、来月か、いや、ジェイさんありがとうね、おやすみなさいね、またね。まあ明日は仕事から帰宅してやりますんで、おやすみなさい。おやすみなさい。いつものようにさりげなく。今夜もコップ酒。嬉しいです。あ、キビさんもおやすみね。ジュンジュンさんもおやすみ。僕もう終わるからね、配信で。そろそろね。まだ明日の分はあります。大丈夫大丈夫です。ありがとうね、いつもかしこみありがとう。どうもね。ああいい感じだ。のんのんさんもね、おやすみありがとうね。いつもでも日曜日はさ、山勝彦、山と食欲と勝彦なんだからさ、なので、山勝彦だからさ、パソコンは持ってかないから、スマホ1個でやろうと思う、スマホで。だからさ、山勝彦の時は、ね、スマホだけでやるからね。あ、パワパワさんおやすみなさいね。うん、ジュンジュンさんどうも、かっこいいんですよ、僕、どうもね、おやすみ。分かってますね。僕、勝彦さんがかっこいいの分かってますよ。自分自身も僕も、自分の映像を見るたびに僕はね、ああ、かっこいいなと思う。じゃあ、今日これ本当に終わります。おやすみなさい。終わります。ありがとうね。終わるよ。おやすみなさい。気がないんで、この辺で。ではまた、おやすみ。この辺で、ではまたね。ストリームは終わった。あ、じゃあ、スティッカーも終わります。はい。これハムカツ本当は明日朝ごはんしよう。やっぱ終わりまではまた終わります。大いがりだ。最後大都会終わって歌って終わろうかな。大都会歌って、てしない夢を追い続け、ああいつの日か大空駆け巡る。まあこれいいや。ではまたおやすみなさい。今日はこの辺で。